皆さんこんにちは、ショータイムです。今回はですね、第5節のスコア予想についてやっていきたいと思います。まあ、第2節、第3節、第4節と、自分なりに、ね、スコア予想して、まあ、なかなか当たらなかったわけなんですが、見事第4節で1試合当てたというところで、まあ、ちょっと自信にもつながって、まあ、今調子いいのかなって感じなんで、まあ、今回もね、まあ、1試合だけ1対1の試合当てれたんで、まあ、その動画は まだ見てない方は見てほしいんですが、まあ今回もね、1試合以上、2試合、3試合と当てていけるように頑張っていきたいと思います。はい、ということでですね、まあ早速、いつも通りね、試合のスコア予想をしていきたいと思います。まず、対戦表ですね、対戦表を出させていただきますということで、こちら、こんな感じになっています。ベガルタ仙台対コンサドーレ札幌、鹿島アントラーズ対横浜F・マリノス、名古屋グランパス対サガン鳥栖、横浜 FC 対川崎フロンターレ、柏レイソル対湘南ベルマーレ、FC 東京対浦和レッズ、ガンバ大阪対大分トリニータ、ヴィッセル神戸対清水エスパルス、サンフレッチェ広島対セレッソ大阪という9ゲームですね、9カードになっています。はい、ということでですね、まあ早速1試合目から、予想していきたいと思います。ベガルタ仙台対コンサドーレ札幌の試合ですね。まあ、こちら自分なりの予想として0対1で、コンサドーレ札幌の勝利と予想させていただきました。まあ、コンサドーレ札幌はですね、鈴木武蔵選手がちょっと怪我をしてしまって、まあ、そこがどうなるかなと第4節の試合で、まあ、ちょっと見ていたんですが、まあ、その穴というか、まあ、鈴木武蔵選手がいなかったところに、まあ、ルカス・フェルナンデス選手だったりっていうのが、まあ、しっかり穴埋めできてるなという印象があって、まあ、鈴木武蔵選手は得点源でもあって、まあ、非常に好調だったゆえに、まあ、その穴がどう札幌に響いていくのかなというところでしたが、まあ、多少ね、鈴木武蔵選手の威力がなくなったものの、まあ、その他の選手でしっかりカバーできているなという印象があったんで、まあ、そういうところを加味しながら、まあ、コンサドーレ札幌の0対1と1対0の、札幌の勝利と予想させていただきました。はい、というところですね、続いてが鹿島アントラーズ対横浜 F・マリノス。まあ、こちらは対照的なチームになっていると思います。まあ、鹿島アントラーズは未だ勝ち星なし、まあ、勝ち点なしという形でここまで来てやってるわけなんですが、まあ、対して横浜 F・マリノスは、まあ、天野選手だったり小池選手っていうところが、まあ、ここ数試合で、まあ、非常にヒットしてきているなという印象があって、まあ、その天野選手、小池選手にプラスして、まあ、もともといる、外国人の選手だったり、まあ、中川選手だったりっていうところもしっかり機能しているなというところがあって、まあ、連戦対策だったり、まあ、いろんな選手を使えているなというところがありまして、まあ、そういうところを加味しながら、まあ、0対2というところで横浜 F・マリノスの勝利と予想させていただきました。まあ、鹿島アントラーズもね、なかなか苦しい状況が続いていて、まあ、前回ですね、伊藤翔選手がスタメンで出たり、まあ、メンバーを入れ替えながら、試行錯誤している状況なんですが、まだ鹿島落ちがつかめてないというところで、まあ、ぜひ頑張ってほしいと思いますし、まあ、一つね、勝てればまた自信になって、そこからチームのね、雰囲気だったりも変わっていくと思いますので、まあ、応援しつつも今回はね、横浜 F・マリノスの勝利予想とさせていただきました。はい、というところですね、続いてが、名古屋グランパス対サガン鳥栖の試合を予想させていただいて、1対0で名古屋グランパスの勝利を予想させていただきました。まあ、名古屋グランパスでいうと前節ですね、全勝で来ていたセレッソ大阪は見事2対0で勝利というところで、まあ、勢いも非常にあるのかなと思いますし、まあ、安倍選手のコンディションなども上がってきているというところですが、まあ、サガン鳥栖もね、広島を見事ゼロに抑えたというところで、まあ、エドワルド選手だったりもベストイレブンに、自分なりに入れさせていただきましたし、まあ、非常に守備が堅いというところもありますし、小山選手だったり豊田選手というところの攻撃力もね、非常にあって怖いなという印象もありましたが、まあ、今回はね、名古屋グランパス、今、セレッソを倒して波に乗ってるのかなという状況と予想しましたので、今回ね、1対0の、予想とさせていただきましたが、まあ、サガン鳥栖の勝機も全然あると思いますので、まあ、注目して見ていきたいと思います。はい、というところですね、続いてが横浜 FC 対川崎フロンターレ。まあ、こちらは、神奈川ダービーという形になっております。で、まあ、こちらの予想として3対0で川崎フロンターレの勝利と予想させていただきました。まあ、横浜 FC もね、一味選手だったりが、ここ数試合でかなり点も取れてきて好調だったり、まあ、斉藤選手も、非常に点を取れているところもありますが、まあ、やはりね、ちょっと川崎ロンタルの出来が良すぎて、まあ、どの試合だっけな、FC 東京対、玉川クラシコの試合ですかね、とかも見ながらも、
ちょっと格が違うなっていうところがあって、まあ、非常に、完成度の高い、なおかつ、まあ、いろんな選手も試しながらできているというところで、まあ、この連戦だったりというところも加味しながら、まあ、誰が出てもね、非常に同じぐらいのプレーができるというところもありますし、まあ、ちょっと衝撃を受けた、川崎ロンタルでもあるので今回はね、まあ、大胆な予想になっていますが3対0で、川崎ロンタルの勝利予想とさせていただきました。はい、というところですね、続いての試合5試合目ですね、柏レイソル対湘南ベルマーレの試合になっています。こちらが2対1で柏レイソルの勝利と予想させていただきました。まあ、柏レイソルでいうと、まあ、なかなかオルンガ選手が再開、した後ですね、まあ、なかなか波に乗ってない状況で、まあ、ディフェンス相手の守備陣に恐れられるというシーンが結構目立ちますが、まあ、その代わりといってはなんですが、まあ、ゴヤ選手だったりが非常に最近好調で、まあ、2試合連続ゴールだったり、まあ、そういうところも点決めていますし、まあね、そのオルンガ選手以外のところで、まあ、江坂選手だったりっていうところも、得点感覚だったりっていうところも上がってきていると思いますので、まあ、柏レイソルの2対1と予想させていただきましたが、まあ、湘南ベルマーレもね、まあ、非常に惜しいシーンなども前回の試合でありましたし、まあ、勝ってもおかしくない試合だったのかなと思いますので思いますが、まあ、今回はね、柏レイソルの勝利予想と自分的にはさせていただきました。はい、というところですね、続いてが FC 東京対浦和レッズの試合です。こちら2対1で、FC 東京の勝利と予想させていただきました。まあ、FC 東京 のところで言うと、まあ、前節ですね、まあ、先ほど言った玉川クラシコでああいう負け方をして、まあ、前節、どういう試合になるのかなというところでしたが、まあ、しっかりね、立て直してというか、まあ、その負けを引きずらずに、まあ、しっかり勝てたのというのは非常に大きいところだと思いますし、まあ、田川選手に代わってレアンドロ選手だったり、まあ、非常にイレギュラーな交代などもありましたが、まあ、そういうところでしっかり結果も出ているというところで、まあ、シート局の勝利というさせていただきましたが、浦和レッズもね、最近好調で今2位ですかね、まあ、非常に好調というところで守備も安定しながら西川選手を中心に、まあ、攻撃も点を取れているというところで、まあ、ここは非常にスコア予想しにくかったですが、まあ、接戦になると思いますが、まあ、今回は、ね、2対1の勝利と予想させていただきました。はい、というところで続いてがガンバ大阪対大分トリニータですね。こちらがガンバ大阪の2対0で、勝利と予想させていただきました。ガンバ大阪ですね、まあ、2試合連続でですね、渡辺和真選手が、途中出場から点を決めたりと、まあ、非常に攻撃陣のところで、まあ、スタメン争いだったりもありますし、他にもパトリック選手だったりもいると思いますが、まあ、ここ2試合で渡辺和真選手がしっかり結果を残しているというところで、まあ、今節スタメンもあり得るのかなと思いますし、まあ、守備だったり三浦選手を中心に、安定しているというところもあって、まあ、今回大分とニータに、2対0で勝利とすると、まあ、自分なりに予想させていただきました。はい、というところですね、続いてラスト2試合ですね、ヴィッセル神戸対清水エスパルスの試合は1対1と予想させていただきました。まあ、ヴィッセル神戸はですね、まあ、前節ですかね、まあ、イネスタ選手のパスからドーグラ選手が決めてというところでしっかり勝ちましたが、まあ、対する清水エスパルスもね、最近、まあ、好調とは言い切れないところもありますが、まあ、しっかり点は取れているところもあって、まあ、そこはなかなか勝ちにつながりきれてないというところもありまして、まあ、そういうところを加味しながらね、まあ、今回は、まあ、毎試合結構フォワード陣が変わっているというところもあってスタメン予想などは難しいですが、まあ、そういうところも加味しながら、今回は、ね、スコアレスドローと予想させていただきました。はい、というところですね、ラストの試合です。サンフレッチェ広島対セレッソ大阪の試合です。まあ、こちらの試合は非常に予想も難しく、まあ、広島もまあ、この連戦対策で非常に対策できてねえなというところもあって、まあ、層の薄さっていうのが現れてしまっているなというところもありますし、まあ、セレッソ大阪でいうと、まあ、連勝続きだったんですが、まあ、前回ね、ああいう長岡グランパスに初負けというところを喫して、まあ、非常に浮上のきっかけをつかむ、まあ、両チームの一戦でもありますし、まあ、広島はね、ここからしっかり勝って、浮上の勝利、きっかけをつかみたいですし、まあ、セレッソ大阪ね、ここで2連敗などをしてしまうと、まあ、なかなかね、苦しい状況になっていってしまうのかなというところもありますが、今回はね、1対0で広島の、勝利予想とさせていただきました。まあ、こちらも非常に難しい試合だと思いますが、まあ、両者ね、広島もセレッソ大阪も、まあ、守備を基盤にというところで、まあ、
1対0だったり、まあ、そこまで乱打戦になるとは予想しがたいというところで今回1対0で予想させていただきました。はい、というところで、ね、今回も、9試合予想させていただきました。まあ、前回はね1試合当てることができたんで、まあ今回はね、まあ、それ以上当てられるように頑張っていきたいと思いますし、まあ今週はね連戦ではなく水曜日が空いたというところで、またちょっとね楽しみになってきましたので、土曜日ね明日注目して見ていきたいと思いますというところで、まあ、今回もね一応トトホ買って、まあ、前回こちらですね、こちらのカードというか、まあ、こちら前回が5試合中2試合ですかねしか当たらなくてというところで、まあ、ミニトトというところで、まあ、5試合を予想するんですが、まあ、5試合全部当てないとミニトトは、まあ、当たりにならないというところで全然ダメだったんですが、まあ、今回こちらですね、こちらを予想させていただいたんですが、まあ、ベガルタ仙台対コンサドーレ札幌、鹿島アントラーズ対横浜 F マリノス、柏レイソル対湘南ベルマーレ、ヴィッセル神戸対清水エスパルス、サムレッチ広島対セレッソ大阪の5試合を予想させていただきました。まあ、この予想はね、先ほど言った通りの勝利予想とさせていただいてるんで、まあ、省かせていただきますが、まあ、5試合なんでね、まあ、ちょっと難しいところもありますが、全部前回は J2 の試合が1試合混じってて、今回は、全部 J1 リーグのところというところで、まあ、得意分野でもありますので、まあ、ぜひ、ね、当てて初当選といきたいところなので、まあね、そこの当選もね次の動画で喋らせてもらえればいいなと思います。今日もご視聴ありがとうございました。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。皆さんのねスコア予想なども、毎回書いてもらってますが、まあ、コメント欄に書いてくれれば嬉しいです。今日もご視聴ありがとうございました。ではまた、バイ。